渋田から外、外を中心に攻めていますがダンクいきました、スティーブン・グリーン。宇都宮が全部勝っているという B リーグの歴史、その中で前半集中した入り見せていましたね新潟。比江島から中合わせでスコット、ダンクを返しです。かなり寄せている新潟、激しいですね、うん、ジェレット、外1本目きました。今日3が1本ありました。ジェレット、遠藤、遠藤からジェレット2本目は来ました、遠藤のアシスト。小川、おー、うまいパスだ、タンク躍動しています。小川敦也、プレー自体は今日が初めてとなります、宇都宮の特別指定として。いやー見事なアシスト。昨日はチーム最多の6アシスト、回ってますね。うん、渡辺フローター、うまい、惜しいアタックになりました。一つでもあった、お、渡辺クイックで打ってくる、決めていきました。池田のショーディフェンス、あ、上手だな、面を作ってスコット、ね、バスケットカウント、ここなんですよ本当に。この育成時代、あの今のまずハイポストでもらった瞬間にジョシュ・スコット選手がもうシールしてるんですよね、はい、29対49で始まります。ここもアルマが中にポジションを取ります。アルマ行きました。お互いに若干スコアが止まっています。遠藤前ブロックだ、ジェレット、いいじゃないですか、うん、アタックの姿勢、そこをかいくぐって渡辺から、いい、ね、右のコーナーから北川ですが落ちています。ただリバウンドでジェレット、素晴らしい。北川選手のコーナーのスリーも竹内選手がしっかりとダイブしてるんですよね。なのであそこが開くと思うんですよ、はい、パスがそのままホトゥーに渡ってしまいました。そして竹内ダンクに行きましたが自ら拾って、グリーンキャッチアンドショット決めていきました。このまま時計が進んでいきます。ということで今季初対戦の2連戦は新潟に対して宇都宮が2連勝ということになりました。